第98回日本陸上競技選手権、大会圏第17回アジア競技、大会代表選手選考競技会は、2014年6月6日から6月8日まで3日間の日程で、福島県営アズマ陸上競技場を会場に開催された。主催は、日本陸上競技連盟、日本選手権の福島県内開催は初めて。 トラックフィールド男女計36種目の競技を実施し、選手704名が参加した。男子ハンマー投げの室伏広司が大会20連覇を達成した。第98回日本陸上競技選手権大会、混成競技は、本大会一週前の2013年5月31日6月1日の日程で、長野市営陸上競技場を会場に開催され、男子十種競技、 女子7種競技の2種目を実施。リレー競技は、第98回日本陸上競技選手権。リレー競技大会が2014年10月31日から11月2日までの日程で、横浜国際総合競技場を会場に開催される。競歩競技は、第98回日本陸上競技選手権。 大会 50km 競歩が2014年4月20日に石川県和島市で開催された。第98回日本陸上競技選手権大会 20km 競歩は2015年2月15日に神戸市東名田区で開催が予定されている。マラソンは2014年2月23日の東京マラソンと同年11月16日の横浜国際女子マラソンが 第98回日本陸上競技選手権大会を兼ねて行われる。本大会と他種目の日本選手権、マラソンの第17回アジア大会代表選考会の大会結果を扱う。表中の選手名、所属名は便宜上略称を含む、陸上競技の日本記録一覧も参照。2011年3月の東日本大震災後、 福島陸上競技協会は種々の困難を伴いながらも県内で大会開催を果たしていた。福島立教は2012年2月までに震災復興のための日本選手権招致計画をまとめた。福島立教は福島県、福島市や福島商工会議所などの協力を得て招致計画を進めた。第98回日本選手権招致には4県が 立候補したが、2012年12月13日に開かれた日本陸連理事会で、福島市の県営あずま陸上競技場が開催会場に選出された。福島県と共催関係者は、第98回日本陸上競技選手権、大会福島県実行委員会設立にあたり、大会開催に際して、震災以降の福島県支援への感謝を表する場と、 福島県復興への転機と考えていた。大会テーマは、走れ、未来となった。日本選手権招致に際して、競技場への大型映像装置や、夜間照明の設置が、日本陸連から求められていた。開催地決定後、福島県は3億9500万円をかけて、大型 LED スクリーン新設を行った。県は他にもトラックの表面ラバーを張り替え、 原発事故の放射能対策として、フィールドと観客席の芝生総張り替えなど競技場整備に11億2000万円を投じている。2013年5月、福島県は県営あずま陸上競技場について、東方銀行とのネーミングライツ契約を発表し、同競技場は2013年5月27日から2018年3月31日までの5年間に、渡り、 東方、みんなのスタジアムと呼ばれることが決定した。同スタジアムで、本大会1ヶ月前の2014年5月に、開かれた第56回東日本実業団、対抗陸上競技選手権大会と、第60回福島県高等学校体育大会陸上競技大会は、日本選手権のリハーサル大会を兼ねて実施された。大会開催中はスタジアムで、 各種イベントが行われた。福島県内の小中高生によるリレー大会、伊達市の霊山大鼓など県内各所の太鼓演奏や、福島市在住のパイロット室や吉秀によるエアロバティック飛行など、福島県にゆかりある催しが披露され、にぎわい広場と名付けた特設ブースでは、福島県内特産品やスポンサー、各社関連商品の販売活動、PR 活動が実施された。 表彰式では、福島県商工会議所連合会会長賞、福島市長賞や福島県知事賞などとして、大会最優秀選手、各種目優勝者、大会20連覇を達成した、室伏広次に対して副賞が贈られた。大会は、男子円盤投げが競技中に一時中断するなど、雨天に苛なまれたが、開催3日間で3万6500人の来場者を、集めた。 内訳は初日8000人、2日目1万3500人、最終日1万5000人だった。競技の模様は NHK が総合テレビジョンと BS1 の番組第98回日本陸上選手権で生中継と録画放送を行った。ありがとうございます。